ご乗車ありがとうございます。ん？お客様ちょっといいですか？え、なんで？そちらの荷物は何でしょうか？これ農薬だよ。あ、農薬ですと車内への持ち込みが禁止になってるんですよ。そんなの困るよ。掛川に住んでる山本さん家の畑に農薬撒きに行くって約束してんだよ。すいませんがルールになっておりますので持ち込めません。じゃあ聞くけどよ、山本さん家の白菜が虫に食われたらお前ら責任取ってくれんのか？それはできませんが。じゃあ農薬撒きに行かないとダメだ。通してくれ。農薬は危険物なので禁止されてるんです。危険じゃないよ。畑の野菜を食っちまう虫たちの方がよっぽど危険だよ。農家の方からしたらそうかもしれませんけど、農薬はダメです。まあ仕方ねえか。山本さんに謝っとくわ。ご協力ありがとうございます。駅員さんたちのこういう気づきが車内の安全を守ってんだもんな。はい、それじゃあこの間の芸術鑑賞会の感想文集めますので前に持ってきてください。あ、すいません。どうした小口？家に忘れました。あー、それは気の毒だな。先生、車で送ってってやろうか？いや大丈夫です。大丈夫ですじゃなくて先生が大丈夫ないんだよ。いいから送ってってやるよ。え、家に行けばあるんだろ？すいません、やってません。やってねえんだろ。なんで嘘つくんだよ。やってないなら正直に言えよ。キセル扱いで参拝うちいただくよ。え、お前らいいか、虚偽の報告は絶対に許さねえからな。はい、じゃあやってきた人感想文、はい、持ってきてください。うん、あ、お家は後で職員室な。はい。金さん、遅延証もらってもいいですか？はいよ。お待たせしました、30分の遅延証です。え、10分じゃ。おまけおまけ、ゆっくり行っといで。ありがとうございます。はい、H2O、 これは何の元素記号でしょう？遅くなりました。はい、小林さん遅刻ですね。いや、電車が遅れてました。これ遅延症です。それがどうしたんですか？いや、遅延症あるんで遅刻にはなんないですよね。何を言っているんですか小林さん。遅刻は遅刻ですよ。いや、なんでですか？30分遅れてたんですよ。じゃあ30分早く家を出たらいいじゃないですか。いや、そんなこと知らなかったんですよ。これで小林さんが日頃何も考えていないということがわかりますね。うっさー。今うざーって言いましたね。内申点に響きますよ。助けてー。よし、ありがとうございます。すいません、お客様。なんですか？今通した切符を拝見させてもらってもいいですか？え、なんでですか？今改札の調子が悪くてちゃんと印字されてるかの確認です。あ、大丈夫ですよ。いや、降りる時に困りますので。ちょっと急いでるんで。子供の切符使ってますよね？え、改札に入る時ピヨピヨって聞こえたんですよ。何言ってるんですか？自動改札機は子供の切符を通すとピヨピヨとひよこが鳴くんですよ。そんな。それでは大人の3倍運賃いただきますね。ちょっと駅員さん、どうされました？今そこのコンビニ行って戻ろうと思ったら入れなかったんですけど。なるほど、切符拝見しますね。どういうことなんですか？お客様、京都までこれから行くんですよね？そうです、見たらわかりますよね。東京から京都の投資の切符ですと名古屋で降りてしまいますと乗車券は大丈夫なんですけども、特急券がここで無効になってしまいますね。無効？じゃあどうすれば？新幹線で行くようですともう一回特急券を買っていただきますね。どうしてですか？おかしくないですか？もし嫌でしたら乗車券は使いますので在来線で行ってください。バカにしてます？何時間かかると思ってるんですか？2時間とちょっとですね。本当に行くわけないでしょ。いいからさっき通した切符返してくださいよ。いや無理ですよ。どうしてですか？だってもう改札出ちゃってますから。はぁ、まもなく動画終わります。ご注意ください。ちょっと待ってください。来たよお前ら。あいつまでもう一度動画来ます。間に合った。あ、もう一人来るんで待っててください。え、いやもう発車しないとだよ。もうすぐ来るんで待っててください。いや、タクシーじゃないんだから電車は待てないよ。あ、来た来た、あそこ見えます？遠いなぁ。ダッシュダッシュ。ちょっとごめんな、他のお客様もいるから次の電車乗ってくれ。あと5秒だけお願いします。おー、あ、すいません運転手さん、途中巻き返し運転お願いします。間に合った間に合った。間に合ってねえよ。お待たせいたしました、こちら名古屋までの切符ですね。行ってらっしゃいませ。おい、タコワン、なんかあったか？昨日奥さんと喧嘩しちゃって、まだ仲直りできてないんすよね。あー、みゆきちゃんと仲良くやれよ。あ、いらっしゃいま、みゆき？会津若松までお願いします。え、ちょっと待って、どういうこと？会津若松までって言ってるんです。大人一人と子供一人で。いや、ちょっと待ってくれよ。もうあんたとは一緒にいられません。ソータを連れて実家へ帰ります。ちょっと待って、俺が悪かったから、ちょっと待ってくれよ。もういいわ。隣の方は作ってください。おう、はい。お待たせいたしました、会津若松までです。ありがとうございます。じゃあさようなら。ちょっと待ってよ。
ちょっと、なんであんたもいんの？あー、お父さんのリンゴの収穫手伝いに行くんだよ。なあ、そうだ。なあ。で、銀さん。はい、どうされましたか？今俺電話してんだろ？このピンポーンって音消してくんねえかな？お客様、それはできないんですよ。なんでだよ。みんなうるせえと待ってるぞ。いて！あ、すいません。お前ぶつかってんじゃねえよ。すいませんでした。ん？まあ、仕方ねえか。お客様、先ほど、ピンポーンの音を消せとおっしゃいましたよね。あ、そうだよ。この音は、目の不自由なお客様のための盲導霊というものなんですよ。先ほどの方のように、この音を頼りに駅の改札まで来る方もいらっしゃるんですよ。あ、そうなのか。ここがうるさければ、外で電話してください。あ、まあ、寒いけど、外行ってくるわ。あ、待たしちゃってごめんね、ゆりちゃん。お幸せに。ん？ちょっとお客様。何でしょうか？お客様、笛を吹くのは周りの迷惑になるので、おやめください。おー、わかりました。こちらの荷物は？コブラです。コブラ？どういうことですか？蛇使いをやっています。コブラ、見たいですか？大丈夫です。ですと一応手回り品切符というものが必要になるんですけど。おいくらですか？290円です。わかりました。売ってください。わかりました。少々お待ちください。すいません、お待たせいたし、おぉ！ちょっとお客様、コブラ飛び出してますよ。すいません。出たがってたもんで。ダメに決まってるじゃないですか。ちょっとこのままだと危ないので、ケースに入れてもらっていいですか？大丈夫です。笛を吹かなければ出てきませんので。怖い怖い！ちょっと駅員さん。はい、どうされました？そこで一本添わせてくれる？この先の喫煙ルームが新幹線改札内になりますので、入場券が必要になりますね。一本だけ吸ってすぐ戻ってくるからいいだろ？そう言われましてもルールになっておりますので。ニコチン切れた俺は怖えぞ。早く通せ。他のお客様にも守っていただいておりますので。わかんねえ野郎だな。じゃあどこですって言うんだよ。東口を出て階段を降りた先にありますので、そちらをご利用ください。あることは知ってんだよ。遠いからここで座わせてくれって言ってんだろ。ああ、どうしたんだ。あ、栗山千役、この方がタバコを吸いたみたいで。なるほどな。お客さん、すいませんね。ちょっとは話のわかるやつが来たか。早く行かせてくれ。あのな、タバコは火がねえと吸えねえだろ。当たり前じゃねえか。改札はな、切符がねえと通れねえんだよ。は、当たり前のこと言ってんじゃねえよ。そういうことだ。たくめんどくせえ。もういいわ。すいません。はい、どうされました？財布の忘れ物ってありましたか？確認しますので詳しくお伺いしてもよろしいですか？はい。どこで落としたか覚えてますか？多分トイレに置いてきたと思います。かしこまりました。財布の特徴を教えてください。確か茶色の長財布ですね。ブランドは？なんだったかな。あの、結構前に買ったので覚えてないです。わかりました。お客様、ちなみにこちらでしょうか？ああ、そうですね。はい。あの、財布を忘れる方はよくいらっしゃるんですけど、大切な財布のブランドを覚えていないという方は少ないんですよ。いや、買ったのが結構前だったので。ちなみに中に免許証が入ってるんですけど、お名前お伺いしてもよろしいですか？ああ、なんだったかな。ちょっと前、結構前に名前のなんかいろいろ変更とかがあって、なんかすぐに警察が参りますので、そちらで詳しくお話しください。ああ、すいません、財布ありました。手遅れですよ。